いや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 、運営さん、ちょっともうびっくりしちゃいましたよ、私。いや、ちょっと全然お昼気づいてなかったな。そりゃそうだよな。図鑑に孫権いるわ。というところで見ていきましょうか。いや、もうなんじゃこれは。ちょっと正直むちゃくちゃやなって思っちゃいましたね。まあまあまあ、ちょっと一旦ですね、気にせずやっていこうかなというふうに思います。まあ孫権になるんですけど、まあ5の弓将っていうところで、まあ5ですね、詰まってる方はワンチャンありなのかもしれないですね。孫権と清姫の MR アバターと巨長の UR 戦アバター千の利休で、HP3% と命中値レベル ×20 ですね、が解放できますよというふうな感じです。専属武器になるんですけど、 MR の武器ですね、こちらが命中レベル ×270 で、あ、てか命中と会心がレベル ×270 で攻撃力 20% となっています。まあいらんかな、正直いらない気がする。UR 戦の武器が、命中と会心レベル ×240 と攻撃力 18% となっています。まあ武器は無理しなくていいかなと思いますね。まあまず連携スキルだ、連携スキル見ましょう。連携スキルが、あ、そっか、これいいな、めっちゃいいな。状態攻めし 35%。 あ、そっか、なんか私源広政とかの状態性無視を 65% から 100% に引き上げるために無理やりドレス購入したりとかしたんですけど、そっか、そう、こういうキャラクターで別にやってもよかったのかって、なんかちょっと今分からさせられましたね。まあ、状態性無視 65% ですね、のキャラクターたちが、まあ、ステージ2000までだったら、その状態性無視のパーセンテージで、突破できるんです、まあ、通用するんですけど、2001以降ですね、に関しては、敵の状態性がおそらく 100% になっているので、まあ、こちらの状態性無視も 100% にしてあげる必要があるというところで、65% 状態性、虫キャラクターですね、まあ、レオニダスとかもそうかな、その辺のキャラクターにつけてあげると 100% になって、今後の戦役でも使えるというふうな感じになって、そこはいいのかなというふうに思いました。で、スジンジ敵6名に火傷ですね、4ターン付与。あ、スジンジ火傷ってどうだったっけ、初めてじゃない、気のせいかな。毒はあるけど火傷はないみたいな話をしていたかなというふうに思うんで、これで毒火傷コンボを、スジンジから狙ってやることができるようになる。これめっちゃいいんじゃない。連携スキルは個人的にかなり強いと思うよ。で、あ、毎回付与前、敵が火傷罪悪だったら、炭素プラス2できるというふうな感じみたいですね。1ターンの火傷やったら、4ターンにしてほしいけどな。まあ4ターンの火傷付与してる状態で6ターンになるのは嬉しいけど。なんかなんとも、なんかそこはちょっと融通きかしてほしかったなと思いますけど、弓章につけると HP15% 上がるのと、あ、回避値上がるんや、長所伸ばすのはめちゃくちゃいいですね。残影値じゃない、回避値レベル ×150 上がるというふうなものになっております。これは非常にいいですね。まあ連携スキルは個人的にはかなりいい連携スキルだなというふうに思いました。それではですね、パッシブスキル見ていきましょうか。まず最初から見ていくと、攻撃力 65%、HP 吸収 20%、で HP65%、回避レベル ×380、で敏捷値の2倍分知力ダメージをカット、で敏捷値レベル ×360、物理回心 60% となっています。まあなんでクリティカルガンガン出していきたい系ですね。なんか、で、最後のパッシブ、なんか最初2つすごいな。状態性無視100% と、状態性 100% ついてます。で、敏捷値の3倍分攻撃力ダメージをカット。正直状態性 100% っていらないんだよな、もはや 100% ならって思うのは私だけですかね。まあもちろん奥義とかで状態性上がるんで、まあいいんですけど、まあまあいいや。で、戦闘終了まで自身に解除不可の奮起と兼任か、奮起か、攻撃力 50% アップの、防御力 80% アップの筋力敏捷知力 20% アップで、兼任が、物理と砲術会心ダメージ耐性 100% アップなんで、まあ耐久上がるけどダメージカット大丈夫？ちょっと待って、なんか心配になるな。
で自身の残影は解除不可になると。で出陣時敵6名に火傷剤薬を、4ターン 100% の確率で付与。出陣時ね、でまあ敵に火傷剤薬があると2ターン増やすよっていう風な感じです。まあ、これは状態上耐性を 25% 下げつつ、まあ、毎ターンですね、3% のダメージを与えつつ、毒とセットで使ってあげると、まあ、敵の生後状態の付与を失敗させる、有益状態と生後状態の付与を失敗させるという風なものになっています。で毎回付与前、敵に火傷、あ、違う違う、で命中された時ですね、その被ダメージが自身の HP 上限の 5% よりもまあ高い時に、玉壁状態に一旦入ることができます。で自身が致命傷を受けた時、ダメージを無視し自身の異常状態を全て解除、HP を 80% 回復しメッセ生後に4ターン入るという風な感じです。で、まあ、このメッセは付与者の HP 上限の 40% 分のダメージを吸収してくれるものになっていて、まあ、クリティカルなダメージは 65% カットしてくれるものになります。この効果は最大3回発動可能という風になっています。ダメージカットがない、いやこれはないでしょ大丈夫大丈夫、いや残影しかないのもしかして。じゃあスキル1見ていきましょうか。残り HP パーセンテージ最低の敵4名に 1000% の物理ダメージを与え、自身敏捷値の12倍のダメージが入ると。で残り HP パーセンテージ最低の敵を5回追加攻撃、毎回攻撃前敵に燃焼は火傷状態がある、は残り HP が 50% より低いとクリティカルが出ると。まあ、やけどは付与しているんで、そこは安心していいんじゃないかなと思いました。で、警告の戦いだと、ダメージが倍。今、警告の戦いをしている方は、どれぐらいいらっしゃるのかわからないですけど、まあまあまあ、白線でダメージが倍になると。毎回攻撃後、敵に燃焼罪悪を、燃焼罪悪付与するの？燃焼罪悪を付与することができるというところで、まあ、ここで、まあ、後からダメージ出したりだとか、生後状態ですね。の回復をしたりすることができると。すべての攻撃を味方6名に雷鼓生後を付与して敏捷値の3倍攻撃力ダメージをカット。で自身に4ターンの残影生後を付与して、まあちょっと強いね、さすがに強い、回避率 70% アップの、ダメージが30から 60% カットですね。回避するたびに 5% ずつ増えていくっていう風な感じです。まあでもダメージカッターだから全然ないな。で回避率は確かに高いんで回避はしてくれるかなと思うんですけど、必中とか来るともう一瞬で落ちちゃうな。こんな致命ダメージ無視なんで、まあ一応残影は生きるけど、ちょっと待って、何これ、あーなんだ。でスキル2は敵6名を2回攻撃し毎回800から1600%の物理ダメージで敏捷値の20倍から40倍、最大攻撃力の 100% から 200% ダメージが入ると。で攻撃時回心率が30から 60%、アップします。で敵の残り HP が低いほど、まあ、敵の残り HP が低いほど、高くなると。なんで、まあ、人数じゃないですね。なんで、まあ、それはいいな。毎回攻撃前、敵に火傷剤薬と破壊剤薬を4ターン 100% の確率で付与。あ、なんで、火傷剤薬ばらまけるし、破壊も、まあ、スキル2かでばらまけるのか、防御力 80% 下げつつ、ダメージが最大 10% から最大倍までいきますよというふうな感じです。すべての攻撃を味方6名に香る風、ですかね、敏捷値の2倍分敏捷ダメージカットを4ターン付与と。で自身の HP を総ダメージの 35% 分回復することができます。いやまあ連携スキルはめっちゃ強いんで、連携スキル目当てに取るのは普通にありかなと思います。ただそれ以外がちょっと微妙すぎるんで、まあ、連携スキルって割り切ってるなら逆に取ってもいいかなと思いますが、まあ、それ以外の方は基本的にはおすすめはしないでおこうかなと思いますというか、全然、そうですね、そこはおすすめできるんですけど、私が源の広政の
ドレスを取ってなかったら取ってたかもしれないです、連携スキル目当てで。まあ、ただちょっと現状ちょっと 35% 状態性無視をつけることに、そこまで魅力を感じていないので、私はスルーかな。まあ、そこに魅力感じる方は狙ってみてもいいのかなというふうに思います。まあ、他にもいると思うんで、まあ、他のキャラクターでもいいですけど、今取れるキャラクターっていう意味ではまあありっちゃありですね。運営さん、これ今回これミスですよね、多分。間違えて出しちゃったから、急いでなんか更新情報とかも出して、パッパやったっていう感じですよね、さすがに。そう信じてますよ。そう信じてるんで、よろしくお願いいたします、運営さん。まあ、てな感じですかね。まあ、今回の動画はですね、ここまでにしようかなというふうに思います。これからも放置少女の動画を上げていくので、メンバーシップの登録、X のフォロー、高評価、チャンネル登録、スーパーサンクス、よろしくお願いいたします。